ネジを外し、エアコン吹き出し口を引き出す。純正ディスプレイを取り外す。内部のネジを外す。ヘッドユニットを取り出し、ヘッドユニットから電源コネクタを抜きます。NTG4.5 と書かれたプラグに接続します。Android スクリーンに付属しているケーブルをワイヤーで結び、車内を通るようにする。車純正 LVDS プラグと Android LVDS プラグを接続する。元のディスプレイ電源ケーブル接続不要。
オやオムルに接続しなくても音が出る車もあります。オコネクタを絶縁テープで巻いてください。ただし、オやオムルに接続しないと音が出ない車もありますので、ご注意ください。本体を押し戻し、ラジオパネル裏のプラグを接続する。接続するフロントカメラが USB ポートの場合、Android の USB ポートに接続してください。